緒ならきっと勝てる。支援するね。君たちきっと勝てる。君と一緒なら。
君はきっと勝てる。私は君と一緒ならきっと勝てる。勝ったね。支援するね、支援するね。今のなんだ？さあ、初めて聞くよ、あんな音。あ、今度はなんだ？何か、匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに、生臭い獣臭さみたいな。セルカ！まずい！おい、見ろや！今日はどうなってんだ？また白い有無のガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする？こいつらも捕まえるか。男の有無なんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしろ。ユージオ、いいか、セルカを助けるぞ。動けるな。分かった。うらぁ、ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。
つらの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ勇者。やめろ勇者。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒。今度こそ守るんだ僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は。白い夢が調子に乗んじゃねえ。夢のガキごときに俺様が負けるわけが。違う、俺の名前はイームじゃない。俺は剣士キリトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。無理よ、こんな傷、私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね、私のせいで。ユージオ、泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない、君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ、何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。頑張れ、ユージオ。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。
絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっとユージオにやってくれ。もうダメ、これ以上続けたらキリトの天命が。これが死なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージオ、待ってるわ。いつまでもセントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。傷の具合はどうだ？傷んだりしないか？うん、丸一日休んだらもうすっかり治ったみたいだよ。キリトのおかげだ。肩を貸して村まで連れて帰ってくれたんだからさ。俺だけじゃないさ。セルカの神聖術がなかったら、あのままユージは息を吹き返さなかったかもしれない。二人には感謝しないとね。どうかしたのかい、キリト？セルカがお前に神聖術を使った時、誰かの…いや、僕はもう全く意識がなかったから。キリトは何か聞いたのかい？極限状態における記憶の混乱、そう説明することができるだろう。しかし問題は、あの場で俺にも同じような記憶の混乱が発生したということだ。たとえそれらが俺とユージオに同時に起きた同種の原始だとしても、やはり最後のあの現象だけは、あの場に現れた4人目の存在、そしてその誰かが言った言葉、キリト、ユージオ、セントラルカセドラルのてっぺんで待っていると。俺はセントラルカセドラルなんて言葉を初めて聞いた。つまりあの現象だけは幻なんかでは。ああ、いや、気のせいだ、忘れてくれ。あ、さて、仕事に戻ろう。よし、これで午前中の仕事は終わりかな。いつもより早く終わったんじゃないか？うん、なんだか急に流骨の斧が軽くなったみたいで不思議だよね。
それはきっと俺たちがゴブリンの集団を撃退したからだろう。その証拠に俺のオブジェクトコントロール権限は以前よりも上がっていた。おそらくユージオも同じはずだ。セルカも妙に神聖術が成功すると言っていたし、俺たち全員がレベルアップしたということなんだろう。きっと今なら。おい、キリト、持てるのかい、その剣が。まあ、軽くなったのは龍骨の斧だけじゃないらしいぜ。せやはりこの世界にはソードスキルが存在する。理由こそわからないが、これは強みになる。キリト、今のはもしかして剣術かい？ああ、多分そうだと思う。前に獣退治をした時もキリト、君は剣を難なく扱えていた。もしかしたら記憶をなくす前のキリトの天職はきっと英士、いや大きな町の衛兵だったのかもしれないね。正式な剣術は衛兵隊でしか教えてくれないんだ。少し羨ましいよ。ユージオ、キリト、君の剣術の流派は何？その名前も思い出せないかい？いや、覚えている。俺の剣はアインクラッド流だよ。アインクラッド流、不思議な名前だね。聞いたことはないけど、もしかしたらそれが君の先生か、それとも暮らしていた町の名前なのかもね。キリト、その僕に君のアインクラッド流剣術を教えてくれないか。もちろん僕は衛兵でも村の衛士でもないから、何かの規則に違反するかもしれないけど。頑張って。なくし、分かった。